はい、ともことです。今回なんですけども、マイファーストストーリーのリバイバーの解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングで、多分ね、バッキング行く場合はドロップ D とかの方がいいと思うんですけど、なんか結構ね、テクニカルな曲なんで、まあ、初心者の方からするとちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、かなりかっこいい曲なんでね、ぜひ練習してみてください。ちょっと概要欄にこの曲の演奏動画貼っとくんで、よかったらそっちも合わせて見てみてください。じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあイントロの部分を弾いていきます。はい、ここなんですけど、初めがこの G のパワーコードの5度の音とルート、一応多分上のルートの音、まあ、展開系ですね。5度の音を一番下に置いて、この2つの音、2音ですね。で、次5弦6フレットの D シャープですね。で、次5弦1フレット、で、ここが F コードのオクターブ上バージョンですね。1オクターブ上の音と5度上で、ここの1オクターブ上、この3つですね。結構ね、しっかりコードとコードの間、右手でミュートして音切ると歯切れよくかっこいい感じになります。はい、じゃあタブ札しながらゆっくり弾きます。はい、じゃあその次のイントロのリードパートやっていきます。はい、ここなんですけど、初め2弦の11フレット中指でハンマリングしてます。で、10フレットに行ってます。ここで間に4弦の開放が入ってます。ここが2弦と3弦の2つの音同時に弾いてるんですけど、他の弦が鳴らないようにしっかりミュートして、下の4弦側は僕人差し指の先っちょで軽く触れて、で、上の1弦を小指で軽く触れてミュートしてます。で、右手はなるべくこの4弦から上だけを狙う感じで、こんな感じで弾いてます。ここがスライドで入って、ここもスライドで1音ダウンさせます。はい、じゃあ一回タブ札しながらゆっくり弾きます。はい、じゃあその次 A メロやっていきます。はい、ここなんですけども、ブリッジミュートを挟んでます。右手の手刀でブリッジのここら辺押さえて、倍音消してズンズンした音にします。結構慣れるまで実音とそのブリッジミュートの音を分けるのが結構難しいと思うんですけど、まあ、ずっと弾いてると自然と手癖みたいになってくるんですけど、まあ、ちょうどここ5度上の音、ここの C の音を弾くときにブリッジミュート外す感じで、まあ、この感覚になれるまでしばらくこれの繰り返しで練習した方がいいと思います。で、これ実際弾くときかなり BPM 早いんで、 BPM 落として練習した方がいいと思います。形をまず覚えてから
だんだんスピード上げて速さになれる感じですね。まあ、ここも全部基本的にルートの音以外はブリッジムートを外す感じですね。結構弦飛びなんで難しいんですけど、こんな感じですね。で、2周目がここでオクターブに行きます。で、ここでスライド使ってます。ルートが4弦の7フレットの787で、5弦の8フレットいってます。はい、で、これの繰り返しですね。で、ゆっくりタブー出しながら弾きます。まあ、結構ね、全部ダウンで弾くのが難しかったら、ところどころオルタネート入れたりしてもいいんですけど、まあ、この一瞬入れるだけでも結構右手休まるんで、まあ、どうしてもしんどい方はどっかにオルタネート挟むのもありやと思います。はい、じゃあ次 B メロですかね。サビの前のフレーズいきます。ここなんですけど、4弦の開放弦を混ぜつつの最初が7フレットスタートですね。こんな感じです。はい、で、その次が、ここでスライドでいってます。で、ここも開放弦混ぜてます。で、これの繰り返し。はい、ここしっかりオルタネイトで、最後1弦の18フレットまでいってます。最後サビ前の君の部分でギターだけ残るんで、まあ、ここミスらずきっちり弾けるように練習した方がいいと思います。はい、じゃあタブ札しながらゆっくり弾きます。はい、じゃあ最後サビやって終わります。サビは全部オクターブ奏法ですね。はい、こんな感じです。ちょっと長いんですけど、まあ、基本的に全部オクターブで、まあ、の譜面さえ覚えれればいけると思います。はい、まあ、ずっとオクターブでシンプルなんで、もうタブ譜出してゆっくり弾きます。
じゃあ今回こんな感じで終わります。まあ結構難しいんですけど BPM を下げて、まあ、ゆっくり練習すればいけると思うんで、頑張ってみてください。よかったら概要欄に僕のブログとか SNS のリンク貼ってるんで、よかったら最後覗いていってみてください。最後に高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた。